この演習では「陽子ビームで雪だるまを溶かそう」というタイトルで雪だるまへ陽子を照射するシミュレーションを行いますこの演習で使用する資料や入力ファイルはフィスレクチャーエクササイズのフォルダーに配布されていますこの実習の目的は将来 実用化の可能性のあるビームライフルが現在の技術でどの程度実現可能か、用紙ビームで雪だるまを溶かす数値実験を行い、検討することです。この検討の中で、ジオメトリの作成、宣言の変更、規格化の概念について学んでいきます。この実習で使用する スノーマンドットインプの中身について確認します。基本計算条件として1 0 0 m e の用紙線が半径1 0センチメートルのペンシルビームで入射する設定になっています。3次元体系には原点に半径 5cm の水球が配置されています。検出器であるタリーにはフラックス空間分布を得るために T トラック 水球内の吸収線量を計算するために t デポジットが定義されています。t デポジットを用いて、特定の領域内の吸収線量をサンプリングする際には、ボリュームセクションで体積を定義する必要があります。では、snowman.imp をインプットファイルとして fits を実行してください。実行すると track.eps と デポジット .out の2種類の出力ファイルが得られます。track.eps ファイルを確認すると、フラックス空間分布が描写されており、デポジット .out ファイルの27行目を確認すると、プロトン1本あたりの線量が出力され、陽子線1本あたりで29.777、ビコグレイの線量が付与されたことが確認できます。 スノーマンドットインプの構成は4ページ目のようになっています。ソースセクションには照射条件が定義されています。また、マテリアルセクション、セルセクション、サーフェイスセクションを組み合わせて3次元体系を定義しています。さらに、T トラックと T デポジットでタリーしたい出力情報について定義しています。ボリュームセクションでは、 t デポジットの線量計算で必要な特定領域の体積が定義されています。では、この演習の流れを説明します。はじめに雪だるまの三次元体系を作ります。その次に照射条件を調整します。最後に、雪だるまを溶かすために必要となるビーム電流と出力を決定します。 早速、雪だるまの体型を作りまましょう。雪だるまの体型ですがこの演習では右の図に示すように大小2つの雪玉にアルミプレートを乗せたシンプルなものとします雪玉は密度 1g/ 立方センチメートルの水としアルミプレートは小玉の上にぴったりと乗せることとしますステップ1です 現在手元にあるスノーマンドットインプのセルセクションとサーフェイスセクションを編集して原点に半径 20cm の大きい雪玉を芯の周辺に配置し図に示すような3次元体型を作ります体型作成のヒントですがまず作成した体型は ICNTL を8に設定しフィッシュを実行することで確認できます次に 図の2番で示される、原点を中心とした半径 20cm の球面は SO 半径を用いて定義することが可能です。ここで注意点として元からあった半径 5cm の球の領域と重ならないように大玉の領域から半径 5cm の球の領域を除きさらに大玉と真空も重ならないように真空から 大玉の領域を除くよう定義してください。二重定義となってしまった場合、スターアンダーバージをドットアウトファイルで確認することが可能です。では回答例を示します。まず、一番目にパラメータセクションの ICNTL を8に変更します。二番目にサーフェイスセクションに サーフェイス番号2を追加して半径 20cm の球面を定義します。3番目にセルセクションで大玉を定義します。4番目に大玉とボイド領域が二重定義とならないようにシャープにお98番のセルの最後に記載します。変更したこのインプットファイルを使用してフィッシュを実行します。実行後 トラック .eps を開くと図と同じ画像が得られ正しくジオメトリを組めたことが確認できますステップ2です。次にスノーマンインプをさらに編集して z=-25cm の位置に半径 15cm の小さい雪玉を大きい雪玉の上にのせた 図に示すす。ようなジオメトリを作成します体形作成時のヒントですが Z 軸上を中心とした球面は SZ 中心 Z 座標半径により定義することができます。また2つの雪玉が重なり二重定義となってしまうため小玉から大玉の領域を除いてください。 では、回答例を示します。1番目に、サーフェイスセクションに、サーフェイス番号3を追加して、半径 15cm の球面を定義します。2番目に、セルセクションで、小玉を定義します。3番目に、先ほどのステップ1と同様に、小玉とボイド領域が二重定義とならないように、シャープ3を98番のセルの最後に記載します。 編集後、フィッシュを実行します。実行後、トラック .eps を開くと、図と同じ画像が得られ、正しくジオメトリを組めたことが確認できます。ステップ3です。さらに、スノーマンインプを編集して、マテリアルセクションでアルミを定義し、半径 10cm、厚さ 4cm の 円柱アルミプレートを作成し、図に示すようなジオメトリを作成します。体系作成時のヒントですが、Z 軸に平行な円柱面は CZ 半径で定義し、Z 軸に垂直な平面は PZZ 座標で定義することが可能です。アルミの密度は 2.7g p e 立方センチメートルとします。さらに、 雪玉領域からアルミプレート領域を除いて雪玉にアルミプレートを埋め込むためアルミプレートと雪玉が二重定義とならないよう注意してくださいでは回答例を示します1番目にマティリアルセクションにおいてマット2を追加しアルミニウムの物質を追加します2番目にサーフェイスセクションに サーフェイス番号4を追加して円柱面を定義します。同様にして3番目にサーフェイス番号5と6を追加して円柱面の上面と下面を定義します。4番目にセルセクションでアルミプレートを定義します。5番目に小玉とアルミプレートが二重定義とならないようにセル番号3の最後に足す6と記載を加えます。 さらに、アルミプレートもボイド領域が二重定義とならないように、シャープ4を98番のセルの最後に記載します。編集後、フィスシを実行します。実行後、トラック .eps を開くと、ずっと同じ画像が得られます。ここまでの作業で、この演習で必要な雪だるまの三次元体系の作成を終えました。 ステップ4です。次に陽子線ビームのエネルギーを大きくしてセル番号1の診療域に対する吸収線量が最も大きくなるようインプットファイルを調整しましょうエネルギー調整を行うにはソースセクションを編集する必要がありますヒントですがまず粒子輸送を実行するには ICNTL を0に変更します 次に、入社エネルギーを調整するには、ソースセクションの E0 の数値を変えることで変更することができます。芯に付与される吸収線量は、デポジットドットアウトで確認できます。陽子線による吸収線量は、ブラックピーク付近で最も高くなることから、芯の位置とブラックピーク位置が重なるようにしましょう。では、 回答例を示します。まず、粒子輸送を実行できるよう、ICNTL を0に変更します。次に、陽子線のエネルギーを調整するために、ソースセクションの E0 を1 0 0メ e から試しに2 0 0メ e に変更します。変更後、フィュを実行し、トラック .EPS を開いて結果を確認します。 プロトンの止まった位置を確認すると、プロトンが大玉付近で止まっています。芯の吸収線量はデポジット・ドット・アウトの27行目の数値で確認することができます。この作業を繰り返して陽子線のブラックピーク位置が芯の位置と重なるまで陽子線エネルギーの調整を行います。すると陽子線エネルギーを約293名分に変更することで 図に示すように陽子線のブラックピークと芯の位置が重なることが確認できると思います。ステップ5です。次にビーム電流を調整して一般的な陽子線治療の電流値17アンペアで1秒間照射した時の芯での吸収線量を計算します。 物質の計算結果は粒子が1つ発生するあたりに規格化されています。そのため MAXCAS と MAXBATCH は計算精度に関係する値で規格化とは無関係となります。複数の粒子が発生する状況を模にするにはソースセクションのトットファクトパラメータを変更する必要があります。例として 陽子線が100個発生した場合の吸収線量を計算する場合は、トトファクトを100と変更します。すなわち、10ナノアンペア流れた際に発生する陽子数を、トトファクトへ入力することになります。ここで、1アンペアは、1秒あたり1クーロンの電流が流れる状態を表し、陽子1つあたりの電荷は、1.6×10 のマイナス19乗クーロンとします。 ステップ5の回答例です。トタファクトへ入力する陽子数の計算結果を説明します。まず、1アンペアで1秒照射するときの発生陽子数は、1アンペアを素電化で割れば良いので、1割 1.6×10 のマイナス19乗、よって 6.25×10 の18乗個となります。これを踏まえて、1 7アンペアの場合は、 6.25×10 の18乗個を 10×10 10の9乗で割るため、すなわち1 7アンペアで1秒照射するときの発生用指数は 6.25×10 の10乗個となります。この数値をスノーマンドットインプのトトファクトへ入力し、フィッシュを実行します。実行後、トラックド EPS を確認すると、図に示すように、 フラックスのスケールが変わり、デポジットドットアウトを確認すると、吸収線量が1.283グレーと出力されていることが確認できるかと思います。ステップ6です。最後に、雪だるまの芯を溶かすために必要となる電流値を計算します。雪だるまは、マイナス10度の氷と仮定し、 1>, 1秒間の照射で一気に氷を0度に加熱して溶かすために必要なビーム電流、アンペア、および出力、ワット、を、手計算で求めます。この計算のヒントですが、氷の比熱は、0.5カロリーパーグラムパーケルビン、イコール、2.1ジュールパーグラムパーケルビンとします。氷の融解熱は、 三三百十3 3 3 5 j パーグラムとします。一グレーは零点零0 0 1 j パーグラムであり、ビーム出力。メガワットは、粒子エネルギーメブ。かける。電流。アンペアとします。ステップ六の計算の流れについて説明します。まず、一つ目に、十0ナノアンペアで二百九十三メブの陽子線ビームを、 1>, 1秒間照射した時の吸収線量ジュールパーグラムを計算します2つ目に氷の温度を10ケルビン上昇させ氷を溶かすために必要な熱量ジュールパーグラムを計算しますそれら1と2の結果から3つ目に1秒間の照射でその熱量を与えるために必要な電流を計算します最後に この時のビーム出力を計算すると0.8096メガワットとなり、これは国内最大出力を誇る j パークの最大出力約1メガワットに相当します。今説明した詳細な回答はアンサースラッシュアンサースノーマン JP.ppt に記載していますのでそちらをご確認ください。したがって 現在の加速器技術では、雪だるまを溶かすのが精一杯で、ガンダム級のビームライフル。モビルスーツを爆破するビームを作るためには、まだまだ技術革新が必要であるという結論になります。まとめです。雪だるまの体型を作り、それをシセ線ビームで溶かすための最適な条件をフィッツで計算しました。フィッツのタリー結果は、 通常、粒子一つが発生するあたりに規格化されています。実際の条件を模擬するためには、トトファクトパラメーターを用いて、タリー結果を再規格化する必要があります。以上で、この演習を終わります。